なんたることだ。くぅ、力を失っているスーパー戦隊ごときに大切な部下を二人も失ってしまった。ダイフォボス様、冷静になってください。炎が熱いでございます。うるさい。次の刺客はマーキュリア、お前だ。奴らにお前の恐ろしい力を見せてやるのだ。はは、ご期待に添えるよう、このマーキュリア、必ずや地球を我がデビルジャークのものにして死んでましょう。ひもの増票。デビルジャークの出現、真剣ジャーが急行中よ。豪快ジャーか。何のことじゃいそりゃ。真剣ジャーからの情報だ。宇宙から来ためっぽう強い連中で、ジュピタリアンというデビルジャークを倒してどこかへ消えたそうだ。宇宙から来た。心強い味方の登場ってことか。いや、手放しで喜ぶわけにはいかないようだ。真剣ジャーが現場に到着したわ。私の名はマーキュリア。すべての人間よ、降参して我が足元にひれ伏すがよい。そこまでだ、下道衆。下道衆じゃねえだろ、龍之介。デビルジャークだっつーの。おやおや、賑やかなことですね。で、侍戦隊真剣ジャー。あなた方が真剣じゃ。聞けばあのジュピタリアンに歯が立たなかったとか。そんなウヌラの相手には我が家臣で十分でございますですよ。いでよカラッカラ。敵が出てきたわ。殿様、今の私たちで戦えるん？俺たちが戦うしかない。行くぞ。作戦エディット。ルーレットエディット。ルーレットのスロットを入れ替えることができるぞ。選手から好きな選手を選んでくれ。真剣レッド、真剣ブルー、真剣ピンク、真剣グリーン、真剣イエロー。天下御免の侍戦隊真剣じゃないる。攻撃力が上がったぞ。この龍之介、ドド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 やったな、マコ。当然よ、龍之介。
なんとか片付けたけど、次は手強そうよ。ジュピタリアンより強いってことねえだ。まだまだ力を出し切れない真剣じゃ。強敵マーキュリアをどう迎え撃つ。セーブ中は電源ボタンやリセットボタンに触らないでくれ。セーブ完了。遊ぶストーリーを選んでくれ。ゴー。今度は私が相手です。さあ、いらっしゃい。みんな、行くぞ。ああ、邪悪撲滅作戦エディット、ルーレットエディット。ルーレットのスロットを入れ替えることができるぞ。戦隊魂で攻撃力、防御力が上がり、攻撃範囲が広がったぞ。戦うかどうかは覚悟で決めろ。後ろは任せてください、殿。よくやったな、龍之介。もったいなきお言葉です、殿。
し頑張ろう。新しい技が使える。やりましたね、殿。いや、まだだ。さすがはスーパー戦隊、パワーをそがれているとはいえなかなかのものでございます。何なのこいつ、全然ダメージ受けてない。強くなってくれてだんだん楽しくなってきました。ではお次は1対1の勝負といきましょうかね。1対1、どういうつもりだ。高らかに笑うマーキュリア。次はどんな攻撃で真剣ジャーに挑んでくるのか。セーブ中は電源ボタンやリセットボタンに触らないでくれ。セーブ完了。